それでは4番目のイベントだったよご紹介いたします。白子町で33年目だそうでございますけれども、現在まで約500名の方に踊っていただいたそうでございます。国旗笹原市姉妹でございます。南小郷土文化研究クラブ笹原姉妹をご紹介いたします。それではどうぞ笹原姉妹の方前にお集まりください。 それではクラブの紹介を部長の鈴木さんにお願いいたします。南小学校の郷土文化研究クラブでは4・5・6年生の14名の部員で構成されております。獅子舞は手庭の前の一部で、保存会に入会したものが選手に習うもので、獅子舞の基本動作となっております。研究クラブでは 上の順に一月に3回程度の練習をしてまいりました。まだまだ大変未熟ではございますが、一生懸命努めさせていただきます。なお南小学校では昭和61年から今年まで33年間郷土文化研究クラブの活動が続いております。それではごゆっくりご覧くださいますようお願いいたします。はい、皆さん大きな拍手お願い申し上げます。
大きな拍手をお願い申し上げます。それではこれから A 組がおられたところ、この B 組がご披露申し上げます。南小学校郷土文化研究クラブ笹梨姉妹の皆様に今一度大きな拍手をお願い申し上げます。ありがとうございました。今年で33年目、こういった笹梨姉妹を踊っていただいた方が約500名卒業したそうでございまして、長い間ご指導いただいています松原栄一さんにも拍手をお願い申し上げます。ありがとうございました。